Exactives Radio AM1008 FM933 の ABC ラジオがお送りしています経営者たちのラジオ経営者たちのラジオはい、皆さんこんばんはパーソナリティの竹山哲也です、えー、この番組は本当に日本を支えるエンジンになる えー、ベンチャーさんから大きい大企業さんまで含めていろんな社長を招きして本当にいろいろな角度からプライベートのこと仕事のこと、えー、今後の日本のこといろんなことをね話し合っていくそんな番組でございますなのでぜひね皆さんと一緒に、えー、短い時間ですけどお付き合いいただけたらと思いますよろしくお願いします。アシスタンントを務めまますすすフリーアナウンサーのリーーサのベカです今週もよろししくお願いします前回は東堂社長 に出ていただいて、はい、壮大なね日本経済の中で戦い抜く男みたいのでプライベート何してるんですかってプライベートありませんみたいな感じだったもんねそうでしたよね<ー>仕事が本当に楽しいっていう感じが伝わりました、ね、でもアリベカさんご存知ですか都道さんのところお子さん四人もいるんだって <laughs> <laughs> いろんなハテなが分きますねそうそう,そう <laughs> ね たまにはね、うん、ただとおっしゃってたので帰ってらっしゃるかなと思います今日もですねあの素晴らしい社長を香川県から、えー、前回は東道社長奈良県今日は香川県から僕が本当に尊敬してやまない社長をお招きしてます はいではご紹介させていただきましょう、はい、今週のゲスト経営者は株式会社グッドクリエイト山本正弘代表取締役社長ですよろしくお願いします,しいします山本さんなんなんだかんだウェブではさ最近会ってるけど、はい、なんだかんだ久しぶりだよね,ねそうですねリアルではちょっと久しぶりですね,ね、はい、昔ねリビカさんね一緒に高松僕も時間がなくて、はい、山本社長もものすごい忙しくて 大体、えー、いい平日は東京にいらっしゃるんだけど打ち合わせするのに僕わざわざ高松まで羽田から飛んででその空港の中のなんか小料理屋みたいなのがあるんだけどそこで飯食いながら打ち合わせしたもんねそうですねよくやってましたねやってたねしいよ竹、ね、山社長そのためにそうそうだから2時間ぐらい打ち合わせして,てででまたトンボ帰りで戻ってくるみたいなね うもう毎週土曜日来てていいただ,てまたまだこのリモートとかがねそうそうん盛んになる前のお話かと思いますなんかいっぱい夢をなんかあの空港で語り合ってきましたね。 <laughs> さあ、いろいろとこうね、はい、お二人の思い出もあると思いますが。はい、ここからはもうぜひお二人で、経営者トークをスタートしていただきたいなと思います。えー、竹山社長、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうだ、ね、山本さんとの出会いか。出会いは。誰の、あ浜田さんかな。の紹介。ねはい、あの、元ウェストホールディングスのね、はい、役員だった浜田さんの紹介で。 そうだ濱田さんに言われたの俺思い出した武、うん、ちゃんって電話かかってきて「あのすごい社長がいるんだけど一回会ってみないか」って本物かどうか見極めてくれてたんとの大丈夫です」って「全部本物です」って言って <laughs> そんで山本さんに会ったんで、ね、そうですねはいそんで山本さんはあの時ははんか MA かなんかで自分の作った事業をそうですねはいもう、あのー せっせとこうやっていくの大変だから売却したいとかっていう相談だったんでしょたう。もともとは MA でもいけないかなって話で多分竹山社長のところにご相談にそうだよが最初ですね、うん。そうでしたよね。そっかそっか。あれからどれぐらい結構経ちますか。もう六六五六年じゃないですかね。多分最初に会ってからはそんなに経ちました、ね。も、はい、その時にもう売ったらダメだよこれって言ってい <laughs> ったいった <laughs>。 もう第の右太になる男だからや売るなって言われてもうそこで決断そうだねね言言ったた、ね、われました、はい、事業ちょっとまだほっかぼれしていくけどすごいやっぱり壮大な考え方があってそれが本当に何て言うんだろう,もうぐさーって刺さってで売るって。 あーってなっちゃったのねあの時「<laughs> ダメ!」とか言って竹山さん、うん、あの会社って売り「売りたいんですじゃあ売るためのサポートじゃなくてそ,その判断もきっちりとしてくださるんですね。その時はそんな感じでもなかったんですけどまあね普通はねあの会社売却されたいっていう方の、ね、ご相談はいつもね窓口でお受けしてはいるんですけどねえ矢さんのところは「ダメ!」って言っちゃったのね。<laughs> 顔を見てたらさ <laughs>、まさかと思って、<laughs> うん、あ、そういう考え方をしないとダメだなと思いましたね。うん、はい。すごいやっぱりなんていうんだろう、あの地方に割りになられる企業の中でも非常にバイタリティがあって、とにかく俺もム喋る方なんだけど、よく喋るんだよもうさんは。よく語るんだよ本当にね。<laughs> なんか懐かしいですね。懐かしいですね。はい。そんな出会いでしたね。はい、そ,うたそうでした、そうでした思い出しました。あとは山本さんはもともと創業者でいらっしゃって自分で立ち上げられたんですよね。そうですね。そのなんかきっかけみたいなとかってなんか聞いたことありましたっけ僕。あんまりない。あんまりないですよね。ないですね。まあ今今更感あるかもしれないですけど。今更感ある。あるかもしれないですけど。まあもともと僕はあの地元の銀行系で働いて でたんですまあ、サラリーマンって言っても1年しかやってないんですけど、まあ、その時にやっぱり毎朝同じ電車に乗って同じ時間に同じ人を見て同じ仕事をして帰ってくるっていうことを、まあ、人生80年あるとするとそのうちの40年間それをやるって考えるといやこれ無理だなと。 思いま,してまあまあ一番ね、あのー、長い時間を多分仕事に費やすんだったら後悔がないような生き方をしようということで、まあ、そこで起業をして、まあ、当時はあの携帯電話がものすごくこう売れてる時だったので NTT ドコモの二次代理店からスタートして、まあ、最終的には一次代理店も取れてですね、まあ、代理店業っていうのをずっとやってたというふうな形ですねスタートは。なんか それがいくつぐらいの時でしたっけ？二十二三ぐらいじゃないですかね。山本さ、ん今いくつだと四十。四十七です。じゃあもう二十五年ぐらい経営者人生。そう、そうですね。それぐらいはやってますね。うん、そこのなんか,なんかそのきっかけとか歴史っていうかなんかヒストリーみたいな。あのー、どんな感じなんですか？やはり代理店業で、うん、あの上が右っていうと、もう僕ら右向かないとダメな世界で、じゃあ来月か手数料めっちゃ下がりますよ。 って言われれれるると、まあ、それを受け入れる以外の方法論ってないんですねやはりやっぱりせっかく事業として、えー、経営者としてやるんであれば、えー、自社でインフラだったり、えー、自社のサービス自体を独自で作って広げていきたいっていうところをやっぱり一つのきっかけとして思ったところですね。なるほど、はい それで開発何を開発しようっていうので今のアットポップっていう商品後でご説明いただきます、はい、そこにたどり着いたんでしょうかあの当時ですね、うん、iOS7 っていう、うん、iOS の OS があったんですけれどもうん、うん、その当時あのビーコンっていうものが世の中に生まれたんですよビーコンって、まあ、ハードなんですけれども要は置いておくと30メートル以内に入るとプッシュ通知が携帯に届くっていうハードなんです でとまあ、その頃ちょうどあの大津尾戦略とかで結構いろんなところとやってたのでああこれ、まあ、商店街さん含め小売店さん含めこれ非常に面白いんじゃないかなと思ったんですけどビーコンって一個デメリットがありまして何かというと3 0ルまで寄せてこないと反応しないんですよね。ってことは、えー、メルマが普段送ってメルマが送ってきてくれた人にプッシュ通知を送るって何か。 あれだなとじゃあこれビーコン1回でも触っとけば遅れる仕組みがないだろうかっていうのを、まあ、うちの方の技術の方の人間にお願いしたと。 いう,ふうな形がスタートですねなそれいいつぐらいの話ですかなのでまあちょうど今からもう6年7年ぐらい前,年前、はい、だと思いますね。うんあそっかじゃあ,あのお会いした時はちょうどそれが出来上がっ,た時だっ,たんでたって出来上がってみたらすごくいいものが出来上がったので、うん、これ果たして田舎の香川県の僕らみたいなベンチャーがどうにかできるかっていうと。 なかなかできないんじゃないのかなっていうところでご相談を、まあ、竹山所長に最初したというところがスターそのなんだろうビーコンに、はい、アットポップっていうなんかこの技術というか商品っていうか、うん、名前つけてると思うんですこれちょっと簡単にご説明いただいてもいいですかです、ね、どんなサービスか、あのー。 まあポップっていろんな意味があってまあ広告だったり表示だったりまあいろんな意味があったりするんですけれどもあの僕らの今回のサービスってすごいアナログのサービスをうまく活用してましてあのメールアドレスって皆さんお持ちですよねパソコンでよくメールってやってると思うんですけどメールって。 インターネットが出来上がっていまだこう皆さんがずっと持っているようにずっと続いてるじゃないですか、うん、まあセキュリティがこんだけ言われる中でもかなりえーずーっと今でも使われている非常に昔からある技術でえまあその技術を使っているので例えば、アットっていうのはまあメールアドレスでよくアットマークってあると思うんですけれども、まあ、そこにまあ広告みたいなえだったり情報だったりというのを配信できるっていうところでまず最初はスタートしたという形ですね。うんうん、なるほど、はい なので例えば竹山社長のことを一番知ってるのは多分自分自身だと思うんですよ。でも次に知ってるのはっていうと、まあ、奥さんだったりお友達だったりいろいろあると思うんですけど僕らの考え方では竹山社長が持ってるスマートフォンが竹山社長のことをまあ自分 異常にもしかしたら知ってるかも。自分以上に知ってると思うよ。だって知ってますよね。そのデータを酔っ払った時に何見てるとかとかさ、そう,そ,うね、そういうことですね。いろいろさ、覚えてないけど動かす。全部だって向こうは記憶してるわけでしょ。う俺の行動を。はい <ね>え要はそのデータをそのデータを今は多分世の中のほとんどの会社っていうのはえクラウド上にデータとしてこう全部保存してるとデータをまあビッグデータとして持ってるっていうふうな情報状況になってると思うんですけど我々の考え方っていうのはそのデータを全部自分の携帯電話の中にこう蓄積格納していくっていう技術になってます。なるほど はい、なのでデータベース自体をクラウド上に置くんではなくて自分の携帯電話の中にどん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 文字属性として付与していくという形イメージ的に、ね、そういうことですね我々はまあそこのセキュリティ自体も自分の持っているスマートフォンの OS に担保されているというふうな形で,す、ね、でそのアットポップを入れると例えばお店からの通知がまた届いてきたりするんでしたかそうです、ね、はい ここもちょっとあの特許技術がありまして。ええ、まあ、おかげさまでアメリカとえっ、ー、と日本と中国とえー、ま東、あ、京もえー、出てるんです。けれども、も、うん、まあ、そういった中でまあ、その情報自体を通常送るまあ、プッシュ通知、皆さん来ますよね。アプリケーションでピコンピコンって多分。 ってくると思うんですけどあ,あのピコンピコンってくるやつがプッシュ通知ってプうんです知っていうんですけど,ど、はい、あれって実はコストがすごく高かったりするんですね、まあ、結構重量課金制みたいな形で何通送るといくらですよっていうみたいなことが非常に多くてそれはなぜかというと通常のプッシュ通知っていうのは一人一人のアプリケーションにこう送り出しをしていってるんですよプッシュサーバーから。 まあこれが例1,000万人いたとしたら僕の腕1,000万回こう動いて送ることになるので、まあ、これがいわゆるサーバーコストの重さにつながってくるんですけど我々の技術っていうのは実は送ってないんですよ。送らないんです。置いてるところにこう見に行かせてるユーザーの携帯電話のアプリケーションから計算させて。 なるほど、ま、全くもう逆転の発想ですそれが特許なんですねそうですそうです動いてるのは携帯通常はサーバーから送られるのを送るんじゃなくて置いてる受信ボックスをそれぞれの携帯電話から見に行ってもらってるそうすると一番コストの重いプッシュ通知のコストっていうのがかからなくなるっていう、まあ、そういうことなるほど、はい、しかもこれ,がこれをじゃあ送らないことによって、はい でサーバーコストはゼロそうですねあのプッシュサーバーバにかかるコストというのは、うん、ほとんどかからないんですけれども、ね、置いてるところに置いてるところのサーバーのコストというのは当然かかりますでもここ置いてるだけなので、うん、えほとんどコストはかからない、まあ、ここが例えばほあの先ほど言ったように、えー、メールボックスの、えー、受信ボックスとかだったら、えー、非常にやりやすいとななるほどなるほほどどね,ここねコストも安いと。 まあ、例えば分かりやすく言うと、うん、あの竹山社長が男性をトイレに入った瞬間にあこの人、男性でしょうねなので自分の携帯電話のアットポップの120億の文字属性の頭に01っていう数字が付与されるんだす。ごいわかりやすかったそうです。そうそうすると01の受信ボックスがあったとしたらこの人が例えばこの辺に来たらそこの受信ボックスを覗きに行ってそれを表示するみたいな。 イメージで、分かりやすく言うと、そういうイメージですね。なるほど、なるほど、面白い。一応なんか質問にいろいろ書いてあるから、聞かなきゃいけないんだけど。はいはい、経営者になるために、努力したことはって書いてあるんだけど、はい、もう忘れちゃったよね。いいいそんなこと、今でも、まあ、ずっと努力はしてますけれども、まあ、やっぱり。まあ、な、何をするにおいても、やっぱ自分の。 この技術はいけるとかこのサービスは広がる広がった方がいいっていうものを、まあ、信念を持って諦めず続けていくっていうところかなと思ってますね。なるほどなるほどちょ,ちょっと話戻りますけど、はい、山本さんもともと生まれは香川香川です、はい、で育ちも香川確かおお父さんお母さんん母は 農業はいのそうですね農業です農家はねいつもなんかすごいぶどうとか送ってきてくださるんですよはいいいですねこんなのデパートで買ったら何枚もするじゃんみたいなやつを多分明日ぐらいに届いてますねマジですかはいすいませんなんか催促したみたいいやいやいや多分あの普通にあの今ちょうど社員マスカットの送るタイミングなのでそう社員だからうちの神さんが山本さんから今年は来ないねって言ってたからあ大丈夫ですあの間違いなく自動的に送られるシステムになってます大丈夫すいません本当になんか催促したみたい。 でも、ね、本当に香川かから世界を取るぞっていう感じなんですかねそうですね僕らキャッチコピーとしては、うん、もう本当に香川から世界へっていうことを一つの,あのテーマにしてましてあの僕らみたいな香川とか、まあ、地方でやってる特に IT ベンチャーってあのなかなかその世界取ることって想像できない できないよね。やっぱりガーファーがね、はあ、アメリカもすべてグーグルね、アップル、ええー、ガーファーだから、フェイスブック、あと。 アマゾン <laughs> そうだねそうですねだねやっぱり世界は接見してるし、はい、データもなんか見てると僕もよくそのアマゾンプライムとかアマゾンでなんか運んでもらうのとかリベカさんも使いますよねそういうのね使いますねアマゾンすごい便利じゃないですか、はい、日本の企業じゃないですよねでもね違いますねね、はい 日本の多分日本人のデータどこが一番持ってますかって言われると、うん、日本の国の会社さんもあんまり持ってないですより えーね、Google ググさんであったりとか、Amazon さんだったりとか、まあアメリカの IT プラットフォーマーって言われてる方たちがやっぱりデータとしては一番持っておられる。はい、その情報状況自体っていうのをこう変えていこうっていう世界を構築したいという思いがやっぱり一番強いです。なるほどなるほど。はい、じゃあコンピューターはまさに Google だとか Amazon が コンピューターになっていく。そうですね。っいう世界、はい。はい。なので、まあ今のこのウェブ2.0って言われている世界から、これからまあウェブ3.0と、うん、もう本当に僕らのやってることっていうのはそのウェブ3.0のど真ん中だと思っているので、うん、まあここのお主導権をどう取るか、インシャ長をどう取るかっていうのはやっぱり一番考えてます。なるほど,、はい、ど。ど真ん中ってどの辺がど真ん中なんですか。あのやはりその自分のデータを今まではクラウド上に保存して えーまあ、どの企業さんもやられてたの世界中、まあ、それが多分少しずつ今変わってきまして最近そのデジタルアイデンティティという言葉があるように自分のデータって自分でやっぱり持っとかないとダメだよねっていうふうにだんだん変わってきてますやっぱりそこの部分っていうのが、えー、そのデータをどう利用するかっていうところが今後の,その、まあ、情報を守りつつ安心安全に、えー、その情報をえどう活用していくか、まあ、この辺がやっぱり今後のウェブ3 0の一番の。 特徴なななるんじゃないかなと思いますなもうほっといても,う、はい、もう自分ってこういう人でしょその自分が今のタイミングをここにいるからあなたにとってみて必要な情報はこれでしょっていう、うん、まあ要は秘書みたいで,す、ね、そうですもう検索の次に行きたいって僕らは思っているんですよ出ましたね検索の次に、はいはい、この標語ですねはいそうですね今はもう皆さん検索をされるじゃないですかグーグルとかで必要、はい、もうそれの次に行きたいんですよね あなたこういう人だからそのあなたが今ここにいるから必要な情報これでしょっていうのを自分の,その携帯電話の中だけで、うん、まあその120億の文字属性の中で計算させて、えー、その受信ボックスから引っ張ってくるっていうちょっと恐ろしい世界のような気もするしでもすごいパートナーになる可能性もあるよね、うん、自分のね相棒的なすよね本当になんかすごい ガリレオみたいになっちゃってね、面白いとかなっちゃうので、ね、<laughs> 経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。それではですね、ここでゲストの、えー、ゲスト経営者の思い出の曲と<ー>その曲にまつわるエピソードをぜひ教えていただきたいと思います。えー、これもまあ高村さんと出会ってまず、あ、さもう、まあ、その先言ってたアットポップですね。 まあ、これから本当世界に向けて広げていくぞっていうところで、決起集会をですね、香川県の琴平町の。温泉旅館。いや,たやりました、ね、すっごい歩かされたもんね。そうですね、まあ、それはあの石段ですよね。<laughs> 石段<下>そうなんです。で、まあ、その時、まあ、決起集会夜ですね、あの、竹山社長と二人、そのホテルのカラオケでですね。えー、歌ったあのゆずさんの、あの、栄光の架け橋を、はい。 その頃のエピソードが忘れられなくこれは本当に僕らがこれから世界を取った時にでも一緒に竹山社長と,と歌,う歌うまいんですよリビカさんぜひエアモン社長本当にうまいのなんかずるい感じのうまさ <laughs> なんかすごいかっこいい人がの歌い方経営者たちのラジオ さて話はまだまだ尽きませんが今夜はこの辺でお別れです経営者たちのラジオではリスナーの皆さんから疑問や質問を募集していますメールアドレスは経営者 abc1008 c o m 経営者 abc1008 c o m 竹山社長に聞いてみたいそんな質問などありましたら番組メールアドレスまでご応募くださいまたこの番組は放送終了後 ABC ラジオ公式 YouTube また株式会社タスク様のホームページでも配信していますぜひご覧になってくださいこの番組は株式会社タスクの提供でお送りしました